今回は京都ジャンプステークスの予想をしていきます。まあ、京都ジャンプステークスといっても今年は阪神コースなのでそこは注意しましょう。そうなるとやはり過去のデータなんかはあまり当てにならないので、まあ、別物のレースとして見ていきたいと思います。まず最初に少しコースを見てみましょう。 JRA のホームページからちょっとお借りしました。まあ見てみると、まあ障害専用コースからスタートしてのレースになりますね。まあ過去の他のね、この阪神のこのコースで行われているレースを見てもあんまり枠の不利はないと思うので、まあ総合力が問われるレースになるんじゃないかと思っています。で、今回はまあ障害好きなんでもう前頭診断していきたいと思います。ちなみに評価はこのような形になってます。では1頭ずつ評価していきます。どうぞ。ビッグスモーキー評価は C 評価です。まあ、この馬はね、平地実績、まあ、見た通りレパードステークス3着、兵庫チャンピオンステークスかな2着と、あと神戸新聞杯でも7着とね、十分あって、やっとオープンで勝って、暮れのね、大きいところで勝負したんですけど、やはりそこではね、まだちょっと敷居が高かったのかなっていう感じで負けてはしまいましたが、負けたレース見てみると、まあ、距離が長いレース、3500メートル以上や、前走は、長期休養明け、まあ、長期ってほどではないですけど、叩き一発で今回迎えられるので、よく上積みはあるんで C 評価ですけど、 B に近い C 評価です。マイネルプロンプト、評価は E 評価です。まあ、実績を見てみると、まあ、昔はね、すごい、3年くらい前はもう自分でも20丸評価バンバンつけてた馬なんですけど、まあ、ちょっと金層のね実績見るともう自分はちょっと見限りました。前走一応森騎手が乗ったんで少しどうかなと思ったんですけど、うん、それで4着ですからね。うん、今回また森騎手じゃなくなるんだったらもう買う要素はないですね。うん、残念ながら少し見限った馬になります。ファンの人いたらすいません。ジョーカーワイルド、評価は E 評価です。実績はまあ平地が未勝利と、まあ、障害未勝利戦が1着、まあ、だから出れてるんですけど、まあ、他得意する点が全くないし後ろから行く馬なんで、まあ、10着ない狙いでちょっと賞金狙いじゃないでしょうか。ケンホファバルト、評価は A 評価ですね。まあ、実績を見るとまあね、あのでかいところ2着連続で今その王者の名将奪采がいない今だったら繰り上がりで1位かと思うんですけど、実績ってこれしかないんですよね。オープンで勝ったこともないし、もしかしたらこの中山の長い距離の専用機って可能性も捨てきれないので、まあ、弱い馬ではないと思うんですけど、本番は多分次だと思うんでここでガチの仕上げは、まあ、厩舎的にもしてこないと思うんですよね。うん、やっぱり王者がいなくなったんでここの大きいところをね狙うチャンスは十分あると思うんで、まあここは人気になるんだったらちょっと評価下げた方がいいかなとかちょっと自分は思っちゃうんですけど、まあやはりあのコースで2着するっていうのはすごいことなんでね、まあ評価は A 評価となります。マカヒキとかとね同い年なんですよね。で結構同じレースとかも走ってるんで、ディーマジェスティとか、うん、なんか歴史のある馬ですよね。フィールインラブ、評価は E 評価ですね。実績を見てもまあ未勝利戦以外は勝利はしてないですし、まあここのメンバー見てみると、まあ、馬券内はなかなか厳しいと思うんでここは切りです。タガノエスプレッソは評価 A プラスですね。 S にしなかったのは多分次がね本番だと思うんでここに命中はないと思います。で実績を見てみると、まあ、平地でもデイリー杯2歳ステークス弥生賞3着、まあ、デイリーハイ2歳ステークスはね今週あるレースなんでね、まあ、何年越しにまたこのレースで勝っちゃうっていうのもあるかもしれないですし、まあ、去年のこのレースの、ね、優勝馬でもありますし、で一応この阪神ジャンプステークスってあるんですけど、この阪神ジャンプステークスは中京で行われてるんでバリバリ阪神が強いってわけでもなく、で中山グランドジャンプや中山大障害でも3着と、まあ、障害の中でもなかなかバランスの取れた馬なので、まあ、今回1着を取る可能性は、まあ、圧倒的人気にはなると思うんですけどこの馬かなと思います。
で、三冠レースにもね全部出馬してますし、デュラメンテがね勝った時のダービーとかにも出てますからね。まあそう思うとなかなか歴戦のいい馬ですよね。で本番はまあどうなるかわからないですけど、まあ今あの絶対王者がねいない中だったら、まあこの馬が今のところ一番いい馬なんじゃないかなとは思います。まあ、名将獺祭がね、怪我がなければ、まあ、名将獺祭がまあ不動の二重丸ですが、今なかなか群雄割拠しているこの障害界だったら、まあ、この馬が今一つ頭を抜けてるんではないかと思っています。マサヘアドリームは評価 B 評価ですね。実績はまあ小倉サマージャンプ2着、まあ、このくらいしかないんですけど、ずっと森ジョッキーが乗っているんで、自分は障害の中で森ジョッキーをだいぶ信頼しているんで、もう森ジョッキーに乗るだけで評価は1つ上げます。まあ、あの大阪杯にも出てるぐらいね平地力ある馬なので、まあ、このメンバーでも馬券内にもあるかなとは思っています。クラウンディバイダーは評価 E 評価です。実績は東京杯ジャンプ4着とあるんですけど、3着とはだいぶ大差が開いているので、まあ、離された4着なんで、まあ、全然評価にはちょっと値しませんね。今回は消しです。ホラゾンダムール評価は D 評価です。実績は障害未勝利戦1着で、まあ、人気よりはね走る馬なんで、まあ、あって掲示板、まあ、ないと思いますけど。北高メビウスは評価 B 評価です。実績を見ると、まあ、障害オープン1着、これは重馬場ですごい強い競馬でした。今後も重馬場だったらもうかなり評価は高いくっつけたいと思ってます。で東京ジャンプや東京ハイジャンプは両方2着、まあ勝ちきれてはいないですよね。でまあジョッキーの黒岩ジョッキーがまだ重賞未勝利なんで、ここはねちょっと取りに来てくるかもしれないんですけど、少しちょっと騎手の差でまあ落として印はつけたいと思っています。でも結構本当にいい馬だとは思ってます。本当に主だったら強い。レンジストライク評価は C 評価です。実績は障害オープン1着ぐらいしかないんで、人気なくて今回のあの馬ですって言おうと思ったら、今僕が見てるやつだと4番人気ぐらい想定なんですよね。ちょっと人気すぎかなと思うけど、いい馬なんで、まあ、馬券は買います。マイネルオフィール評価は B 評価です。3走前で、今回ね人気になることが想定される北高メビウスに勝ってますからね。でこの2走はちょっと金量1キロ2キロもらっちゃってるんで、今回はこの60キロで戦えて、今見る限り人気なさすぎなんで、それよりは全然やれる馬なんで、穴は今回はこの馬です。西のバイオウルフ評価はいい評価です。まあこの馬も賞金目当ての10着以内狙いじゃないでしょうか。今回多いっすね、長くなってしまいましたけど、これで前頭終わりです。では解明の発表です。買い目と印ですね。まあ、本命タガノエスプレッソ、対抗マサハヤドリーム、ターナでケンフォアバルト、で穴でマイネルオフィールです。で3連単は、タガノエスプレッソと穴のマイネルオフィールの3連服と印に流したのと、3連単は、まあ、本命タガノエスプレッソの頭固定で買っていきたいと思います。まあ、今回はね前哨戦なんで、もしかしたらまあ1番人気2番人気でガチガチもあるかと思いますけど、まあ障害はゴールするまで何が起きるかわからない。楽しんでいきましょう。ツイッターでは狙いの新馬戦などを公開しています。で今後エリザベス女王杯、デイリー杯2歳ステークス、武蔵野ステークス、福島記念の予想も動画で作っていきますので、よかったら見てください。思ったより長い動画になってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。